猫玉猫玉猫玉。じゃ便利しようよ。なんちゅう面白いゲームだ。これはやっぱり絶対です。なんだ？そんなに変わってないと思うけど。何がだ。そんなことないです。これは絶対に成功してるです。どうした？可愛いからな。どうしたの？なんかいいことあった？どうしたの？ゆき兄さん、ちょうどいいところに来てくれたです。いや、目の前で喋ってんだよ。目の前で喋ってるんよ。ゆき兄さんにも見てもらおうよ。おお、なんか見せてくれるのか。なんだ？そうするです。なんだ？ DV 彼氏のお腹ちょっとすっきりしたと思いませんか？おい、全然わからん。変わってないような。すっきりし、あー、まあ変わってないかな。変わってないような気がするな。そんなことを言わずに顔のほくろを見てくださいです。どこにあるんだよ、顔のほくろって。ほくろなんかねえじゃん。ダイエットでキュッてなってるはずです。顔のほくろってどこだよ。アナリストはダイエットとか興味ないな。興味ないか。だってデブ猫も可愛いって言われるし。あれ、俺デブ猫なんて言葉教えたっけ？教えてないよな、こいつ。デブ猫って自分で言ってるよな。やっぱそういうゲームなんじゃねえか、これ。もしかしてムラムラとかムラムラも教えたね。どんどん大きくなったら、お部屋に入りきらなくなるですよ。でかくなりすぎだろ。ちなみにムラムラしてきたはありがとうだよ。みんないつも見に来てくれてムラムラしてきたで使うんでよろしくお願いします。そうなったら DV 彼氏ちゃんのお部屋も貸して。やばすぎだろ。それはダメです。そうなる前にダイエットするです。なるほどね。そんな太ってる感じもしないけどな。この頃朝が寒くてなかなかお布団から出られない。めちゃくちゃわかる。こたつから出られないです、ずっとお布団で丸まってたい。だよな、わかる。寒いもんな、猫だからね。ずっとお布団にいよう。元気に遊ぼうもある。ゆき兄さんもそう思うよね。いやー、めちゃくちゃわかる。それはお布団はすごいです。やばいよな。ゆき兄さんと一緒だと幸せになることみたいになるよ。どういう意味だ？どういう意味だ？そのまま寝たらあーです。わかんねえよ。なんだ、そのまま寝たらあー。猫猫探検隊、キノコ狩りごっこに出発。キノコ狩りごっこ、キノコ狩りに行くの？お前らマツタケ取ってこいよ。マツタケ売りに行くから。猫猫探検隊、猫猫探検隊。何、あるある探検隊みたいなことしてる？にゃやにゃやにゃや。何やってんだお前ら。お前ら何やってんだ？にゃ、隊長、キノコ発見です。家にあるキノコといえばお前まさかなな。その苦手な食べ物に形が似てるキノコは毒キノコにゃ。誰が毒キノコやお前。誰が毒キノコやアホ。キャラ、毒キノコさんはお帰りください。おい、帰るぞ。じゃあ俺は帰るからな。ねっこねっこ探検隊、ねこねこ探検隊。なんだお前ら、気分悪いよ。にゃやにゃやにゃやにゃ、隊長、キノコ発見です。またキノコ発見してる。な、そのひまわり色のキノコは味付けがいまいちキノコ。微妙じゃねえか。味付けがいまいちキノコ。一口食べると味付けがいまいちって言っちゃうキノコにゃ。思わず味付けがいまいちって言っちゃうキノコな。ねこねこ探検隊、キノコ狩りのミッションクリアです。クリアしちゃった。さあ、ゆき兄さんも一緒に味付けがいまいちキノコ食べよう。でも味付けいまいちなんでしょ。食べよう食べよう。いいか別に。食べよう。美味しくねえだけだもんな。食べるか。味付けがいまいちキノコのスープ。味付けがいまいちキノコのグラタン。あんまり美味しそうじゃねえな。今日は味付けがいまいちキノコパーティーなや。めちゃくちゃ美味しそうじゃねえな。全然楽しみにならん。エピソードクソ溜まってるわ。ボールで遊ぼう。んなことやってるとさ、すぐにエピソード死ぬほど溜まっちまうよ。なんだっけこれ、 A か。はいはいはい、いくよ。はい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 、それはい、それはいはい、いくよ。はいですそれはい、それどうぞ。あれ、すいませんすいません、いくよ。はいよ、くそおせえ。スローボールが嫌いすぎる。楽しかったな。なんだかんだ面白いなこれ。素材ゲッツ、素材ゲッツ。いつも BV 彼氏たちを助けてくれてムラムラしてきたです。どうした？ゆき兄さんが助けてくれるからいろんなことにチャレンジできるの。別に助けてるつもりないけどね、全然。お礼をしたくて、うん、お手伝い券を作ってみました。マジか、ありがとな。肩たたき券とお手伝い券。やったー、ありがとう。肩叩いてくれ。最近肩凝ってんだ、めちゃくちゃ肩凝ってんだ。やったー、プレゼントもらった。かわいい、手作りだ。しかも結構あるな、1枚とかじゃないんだ。アナリストが肩たたき券。なるほどね。 BV 彼氏がお手伝い券を作ったです。お手伝い券の方が使えそうだな。いろ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 使い道ありそうだな。ムラムラしてきた。幸せサクサク使うね。あー、ムラムラしてきた。どういたしまして。こちらこそいつもムラムラしてきたなんです。いつもムラムラしてきたか。アナリストたちできることもちょっとずつ増えてきたから、うん、もっとゆき兄さんのお役に立ちたいと思ってるです。そうか、ありがとな。肩たたきの他にもできること増やすからね。おう、その時を楽しみにしてるな。俺は楽しみにしてるな。 BV 彼氏もいろんなお手伝いができるように頑張ります。はいはい、ありがとうありがとう。頑張れよ頑張れよ。期待しとくわ期待しておくな。エピソードが溜まって仕方ねえなエピソードが溜まって溜まって仕方ねえな。満足になってるしな、さすがにな。しばらくこれを見ることになりそう。かわいいね。どうした？玄関。ここ猫たちが入るドアだよ。そうだな、そんなのあるんだな、猫が入るドア。ここ猫たちが出るドアでもあります。すげえな。隣がゆき兄さんのドア。せやな、お隣さんですドアぐらいいいだろ別に。この鏡でお出かけ前に毛並みを整えるのよ。なるほどね、そうだな。ゆき兄さんもお出かけ前に鏡を見てます。そうだね。でもめちゃくちゃ玄関広いのか。ゆき兄さんが一人でお出かけするときは、うん、まあ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 、いつ帰ってくるのかなって思いますかわいいな。帰ってくるドアの音がしたらおう、とってもあーあーあーですわかんねえよ。それでね、ゆき兄さんがね、お外行くときは元気にお出かけしてほしいの、うん、なるほどね。元気にお出かけしたゆき兄さんを元気に待ってたいんです。なるほどな。ゆき兄さんが元気にお出かけするときはなんて言っていくの？あー、教えてあげるか。元気にお出かけするときか。金借りてくるね。すごい元気な感じする元気な感じする。金借りてくるね。これなら元気に待てそうですマジか、待てそうだった。いてくるときは金借りてくるねって言うんだよ。ゆき兄さんが帰ってきたときに、ああああああって気持ちを伝えるお出迎えの言葉も知りたいです。お出迎え、おかえりなさいってこと？教えてあげるね。お出迎えの言葉、おかえりってことか。金貸してでいいですか？うん、金貸してやね。いいよ。金貸してですね。うん。帰ってきたーって気持ち伝わるです。気違いだろ、もう気違いになってる。ジェニーさんがお出かけするときは金借りてくるねって言ってほしいな。オッケー、金借りてくるね。金借りてくるね。帰ってきたら金貸してって言うです。横流ししてんな。横流ししてんな。金借りてくるねっていうゆき兄さんにバイバイして。おう。金貸してっていうのを楽しみに待ってるです。クソ猫じゃねえかお前ら。お前らクソ猫じゃねえか。とんでもねえこと言ってやがる。ゆき兄さん、どうした？聞いてほしいです。なんだ？お家の近くをお散歩してたらガーデニングに使えそうな鉢を見つけたです。ナイス、やったね。誰かのものじゃない、誰かのものじゃないか。そこは大丈夫です。大丈夫か、本当か。近くにいた野良猫さんに聞いたら、ずっと前から捨てられてたって言ってたです。なるほどね、じゃあ大丈夫か。これで育てられる植物が増えるです。それはでかいな。お庭に置いてくるです。ありがとう、置いといて。助かる。鉢が一つ増えたので育てる場所が増えた。おお、いいね。育てる場所が増えたのはいいね。そいつはでけえ。ありがてえ、ありがてえ。どうした？ああ、それで遊んでんのか。何してんのかと思った。かわいい。かわいいな、あいつ。